はい、ここでは学年別の勉強方法について解説していきます。正しい勉強方法ってあるっちゃあるんですけど、学年によっても若干違います。で、これについてここでは少しまとめていきたいと思います。はい、まず、中1ですね。1年生で意識すべき。 ことなんですが、えー、これは、あの、自分に合った勉強方法を、えー、習得する。えー、これが一番大事です。あの、一年生の時は、正直、えー、順位がちょっと何点上がったとか、えー、順位が、えー、点数が悪かったとか、まあ、そんなことよりも、この一年を通して、えー、自分はどういう勉強を、えー、どういう風にやっていくか。 もしくは、まあ、何日前から、えー、勉強していくとどれだけの順位が出るかっていうのを、えー、しっかりと、えー、体に身につけることが大事です。えー、そうすると、えー、2年生、3年生で一気に成績伸ばしていけるので、えー、中1に関しては、えー、まずはどういう勉強をするかっていうのをどういう勉強方法でやっていくかここを、えー、しっかりと決めていきましょう。 で次、2年生ですね、えー。2年生という時期は、えー、まあ、中学校の中でも一番遊びたい時期であります。また、えー、部活が本当に中心になってくるので、えー、部活への意識もすごく高いです。なので、えー、まあ、勉強がおろそかになるのは、えー、これは仕方のないことです。ただ、えー、そこで勉強がゼロになってしまうと、えー、本当に 三年生になった時に後々かなり困るので、えー、ここは本当に最低限でいいので、えー、自分の学力を維持する、えー、ための勉強をしてください。まあ、一気に成績上げたいっていう考えでも言っちゃいいんですけど、まあ私的には、えー、それよりも部活で思い出作るとか、えー、そういう方が大事かなと、え思います。で、えー、最後。 中3ですね。えー、中3になると、まあ、自分はどういうレベルの学校に行きたいのかっていうのがだいぶ見えてくると思うので、えー、そこで大事なのが、自分の目標に合った勉強をするということですね。えー、例えば、オール3の子が、えま、ー、あ、オール4の学校に行きたいとした場合、えオール5の子がしてる勉強をする必要はないんですよ。 えー、それやっちゃうと逆に成績上がらないので、えー、そういう風にするんじゃなくて、例えば、えー、オール3の子がオール4の学校を目指すんだったら、やっぱそれに合った勉強をする必要があります。えー、ですので、それをきちんと、えー、見極めて、えー、そういった勉強を、えー、コツコツと、えー、積み重ねていくというのが大事かなと思います。えー、また、 えー、保護者様ですね。えー、保護者様も、えー、中1、中2、中3で、それぞれ子供のサポート方法、若干違ってきます。えー、これに関しては、えー、公式サイトにまとめてありますので、興味のある方は、えー、そちらをご覧ください。